はいどうもこんにちは、カジマックです。今週発売かもしれない新型 iPad、 これを買い替える宣言したわけなんですけども、 SIM フリーモデルを選んでタブレットを一本化するかモバイルルーターを購入するかで迷いまくってたんですけどね、ようやく考えがまとまりました。ふと振り返ってみると今月も半ばに近づいてきてるんですけど、実は何も買ってないんです。その結果雑談ばっかりになってるわけなんですけど、今現在手放すべき機器類がまだ手元にあるわけで、絶賛赤字の財政難にビビってるわけです。せっかく登録者1000人突破のお礼申し上げたばかりなのに、これでは商品紹介動画投稿者として問題ありますよね。そろそろしっかりアクションを起こしていこうと思ってます。なんで今日もダラダラっていうかくどくど長いお話になりそうなんですけど、おそらく最後までご覧いただいても得るものはないと思います。それでもご覧いただける方、お付き合いいただけると嬉しいです。まず冒頭でお話ししたタブレット一本化とモバイルルーターのどちらを選ぶかというところ、いろいろ考えた結果ようやく答えを出しましたんで、その理由をお話ししたいと思います。で今回も毎度ながらあくまで僕の個人的環境による決断ですので、全ての方に当てはまるお話ではないです。そして皆様にいただいたアドバイスにそぐわないこともあるかと思いますけど、そのあたりは寛容にご覧いただけるとありがたいです。僕自身快適なモバイルネットワーク環境を構築するその旅の途中です。また失敗するかもしれませんけど、僕なりの考えをお話ししたいと思います。まず過去に話した内容と重複しますけど、僕の場合現状モバイルルーターを持つことは、このホームパッドをモバイルルーター代わりにしばらく使ってみて問題ないことに気づきました。なんで金銭的な面と実用的な面と将来的な面から改めて僕のモバイルネットワークの環境、これの理想形を考えてみました。で結果からお話しすると、モバイルルーター導入を決意しました。なんでね、まずこのホームパッドは手放すことを決めたわけなんですけど、間違えないでいただきたいのは、このホームパッドとプララモバイルの組み合わせは超絶便利で快適でした。現状まだ YouTube アプリ使えないことはちょっと不便なんですけど、これ解決する方法も解消する方法も試してないだけです。なんでそこは問題にはしてません。ただ僕の用途としてはちょっと合わなかったというだけのお話で、今回この組み合わせで使ってみて得たものはたくさんあります。なんでね、正直全く後悔はしてません。この体験があったからこそ iPad SIM フリーモデルの導入を候補に挙げたわけなんですけど、その超絶な快適さを捨ててまでモバイルルーターを選んだ理由はただ一つです。プララモバイル定額無制限プランをいつまで使うのかわからない、これです。話がコロコロ変わるんで一貫性ないのは申し訳ないんですけど、それだけモバイルネットワークというサービス自体、一瞬でその価値が変わってしまうほど流動的なサービスなんで、今回僕があれだけ絶賛していた YMAX からプララモバイルへ簡単に乗り換えたように、いつ何がどうなるかわからないからです。もしプララモバイルがこのまま劣化を続けて使い物にならなくなったとしたら、 YMAX に出戻りする可能性もあります。仮にそうなってくると、 SIM フリーの iPad を持ってたとしても結局モバイルルーターを持たざるを得なくなります。なんでモバイルネットワークの状況に左右されにくい Wi-Fi モデルを選ぶ、イコールモバイルルーターを導入することにしました。幸いにも今回いろいろ試す機会を得て、僕の場合はモバイルルーターを持ち歩く不便さをあまり感じないことが分かりました。これ言い換えると、自分が何を求めているのかを把握すること自体、実は結構難しいということです。なんで今週出るのか出ないのか分からないんですけど、 iPad を買い替えるときは Wi-Fi モデルを選ぼうと思います。はい、ただガジェット好きのおじさんが自分の買い物をする理由を話すだけっていうね、なんのこっちゃない動画になって申し訳ないんですけど、まだもうちょっとお話は続きます。結果今後僕の手元で活躍してもらいたいメンバーは、買い替え予定の iPad と、とりあえずこれ1本でいくかもう少し迷いたいんで、動画視聴専用機としてヨガタブレットも残したいと思います。そしてこの2台をプララモバイルとモバイルルーターのコンビで使っていくつもりです。さあそうなってくると問題はモバイルルーター選びです。ここしばらくこれに関しては素人なりにめちゃめちゃリサーチしました。調べてみて思ったのは、モバイルルーターのスペックを突き止めるのはややこしくて難しいっていうこと、そしてもう一つ、モバイルルーターは高いということです。最近急激に MVNO の認知度も上がってきて、格安 SIM の広告もあちこちで見かけます。今回僕が契約したプララモバイルの定額無制限プランは月額2980円とそこそこの料金なんですけど、格安 SIM と呼ばれるサービスには月額数百円のものまであります。コスパ高くて気軽に契約できそうなサービスなんですけど、今から新しく使い始めようとすると SIM を使うための端末が必要になります。特に僕みたいにモバイルネットワークとしてモバイルルーターを使おうと考えた場合、自分でモバイルルーターを購入しないといけないわけです。
せっかく安い格安 SIM を使おうというのにモバイルルーター自体がお高いわけです。で、およそ格安 SIM を使うならば、正直なとこ高速通信可能なハイスペックモデルが必ずしも必要ではないと思ったんですね。ただせっかく LTE や 3G 使うならば、高速通信よりも掴める周波数、その種類が充実してる方が大切なんですね。なんで僕なりに片落ちで安く買えるルーターを必死に探してみたわけなんですけど、結果ね、全然ありませんでした。で、とりあえず価格関係なしに、今一番いいモバイルルーターどれか、この質問には僕なりに即答できます。 NEC ATAM MR03LN、 これが一番いいと思います。これ無線 LAN 規格も対応通信方式も国内仕様ではバッチリで、現状最強のモバイルルーターと言えます。でもプララモバイルにはちょっとオーバースペックな気もするんですね。僕が今契約してるプララモバイルは上りも下りも 3Mbps 制限あるんで、そこまで高性能なモバイルルーターじゃなくてもいいわけです。で、ちなみに MR03LN 2014年10月14日現在 Amazon さんでの価格、だいたいね2万2000円ぐらいです。やっぱ結構高価ですよね。それこそタブレット購入できるくらいの金額です。そこで片落ちモバイルルーター探してたわけなんですけど、その中で一つ例に挙げると、2013年3月に発売された FS01W、 これクワッドバンドの中の 1.7GHz 帯には対応してないんですけど、他のバンドには対応してたんで候補に上がってました。でもね、この片落ちモデルでさえ Amazon さんでの価格は2万円ほどします。過去に店舗販売で安売りとかあったみたいなんですけど、今現在ではそういった情報も探せませんでした。結果2000円程度の差額です。それならね、新型で評判のいい MR03LN の方が断然いいと言えます。 MVNO サービスにとってモバイルルーターはまだまだ需要の少ない小さなマーケットなのかもしれません。でもね、格安 SIM を使うのに適度な性能を持った格安ルーターがない現状は本当に残念だと感じました。とりあえず今週いっぱい探してみて、価格の合うものがなければ MR03LN か、もう一つ気になってるドコモの L02F あたりで決めようかと思ってます。またこのあたりご意見アドバイスいただけるとありがたいです。ということで、結果僕はこれからモバイルルーター使っていきますっていうだけの、ほんと中身のないお話でした。あとね、ちょっと不安なプララモバイル、その後の通信速度ですけど、やはり使い始めた当初の 40% ほどまで低下しているイメージです。早朝なんか 3Mbps しっかり出てるだけに、端末の不具合ではないと思います。日中はおおむね 1.5 メガ、時折 1Mbps 前後まで落ちたりしてます。実はこのあたりも最近プララさんに問い合わせしてみたんで、この問題もまた追ってご報告していきたいと思います。はい、今日も長々最後までお付き合いありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。